寒い間はお花がとても長持ちするので。こんにちは、花草人の尾関淳子です。今週の花つばムスカリです。今年最終花つば、今日はなんと温暖な岐阜での有機栄式です。ムスカリ、ほら球根、球根でね、こんな感じでね、お店に出てますよ。葉っぱがね、こんな短いのにどうして花が咲いてるのっていう質問をよくいただきます。葉っぱを短くしてお花を咲かせるには遅く、11月の終わりか12月の頭くらいに球根を植えつけるといいですよ。9月くらいにね、球根植えつけたのとか、毎年植えっぱなしになってる子、葉っぱがね、ビローンと長くなってると思います。寄せ植え用には遅く植えつけられるか、このようなもう花がついている、こういった鉢を使われるのがいいですよ。こちらのムスカリの花入れるだけで早春のイメージがね、パッとできるの。ぜひこちらのね、こういう花付きの球根も寄せ植えに使ってみてくださいね。球根なので根っこを切ったらダメかなって皆さん思ってらっしゃるけども、これね、寄せ植えに使うときは一つずつ、こうやって一つずつばらして寄せ植えに使ってあげるといいですよ。植えるときはこのね、球根の部分をわざわざ見せるように使っても面白いですね。このお花咲いてるうちは球根の力で咲かせることができます。寒い間はお花がとても長持ちするので、パンジー、ビオラの中に一緒に入れてあげるといいですよ。寄せ植えを楽しんだ後、解体してこの球根地面に入れといてやると、来年復活して花を咲かせることもできますよ。今年1年も大変お世話になりありがとうございました。来年もより面白く楽しい動画いっぱいアップしてきますね。来年もどうぞよろしくお願いします。花草人ではこのようなギャザリングのレッスンオーダーを受けたまわっています。お問い合わせはこちらの電話番号、ホームページからお尋ねくださいね。 YouTube のチャンネル登録も待ってます。花草人ラインアートでは季節のお花の園芸作業、ライブ配信のお知らせを差し上げています。ぜひ登録してくださいね。花草人の尾関淳子でした。またね、みんな良いお年を。